日光金谷ホテルは、栃木県日光市場八市町にあるホテル。1873年6月開業。現存する日本最古のリゾートクラシックホテルとして、登録有形文化財に登録、及び近代化産業遺産に認定されている。過去には、イザベラ・ワード、フランク・ロイド・ライト、アインシュタイン博士、ヘレン・ケラーらが滞在した。本館は、木造一部大谷石像。 1936年に地下を掘り下げて、総2階から総3階に増築するなど、これまで数回の増改築を行っている。新館は1901年に新設された木造2階建て。別館は1935年に新設された木造一部 RC 作り3階建て。第2新館は1961年に新設された4階建て。 旧金谷合亭寺院6月日光東照宮の学士、金谷善一郎は自宅建築途中のまま放置されていた三角ホテルを買収し、金谷ホテルと名付けて開業。1908年次前の水力発電所を設置廃止。1900年代初頭の日光金谷ホテル1945年10月 GHQ に接収される解除。 1968年に甲子三ゆき町に製パン工場を開設し、パンの外販を開始する。金谷ホテルベーカリーかぐら坂1992年、中禅寺湖畔に中禅寺金谷ホテルを開業するが、建設に伴う借入金が経営を圧迫し、債務超過に陥る。2005年2月、創業家が経営から退き、メインバンクの足利銀行が約40億円の、 債権放棄を行うことで合意し、経営再建に取りかかる。2005年11月本館、新館、別館、リュウグウが登録有形文化財に登録。2007年第17回ベルカ賞、ロングライフ部門に選ばれる。2008年9月5日、ホテル・イン・ホテルというコンセプトのオレンジスイートがオープン。2011年経営再建が進んだことにより、 創業者のひまごにあたる井上真紀子が社長に復帰。2015年3月旧金谷家庭寺院を金谷ホテル歴史館として一般公開開始。2016年9月30日東武鉄道が金谷ホテル株式会社の株式約63%を取得し、同社の連結市会社となる。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。